どうもありがとうございます、えー、今回はホワイトボードを使って、えー、志望校を決める時のポイントっていうのを話していこうと思います。今8月31日にこの動画撮ってるんですが、まあ、だいぶね、えー、受験受験生からそういう相談が今来てましてあとは今年多分コロナのせいだと思うんですけど2年生からねだいぶ来てます例年よりも。で多分学校とかからねちょっと早めに決めとけってコロナでまた休校になったりする可能性もあるんでね だからまあ早めに動かなきゃ早めに決めなきゃでも決め方わかんないみたいなね悩みを持っている方が多いのかなという印象にはなってますので、まあ、かなり基本的なところにはなるんですけど塾講師元塾講師なんで塾講師の時の経験とかも踏まえて説明していけたらなと思ってますのでよかったら最後までお付き合いください。ほんでは、まあ、早速参りましょうでえっとですね、まあ、今回はどっちかというと高校入試の方にねこうスポットローを当ててるというかあのそっちで話をしていくんですがまず効率と私立です。 で2番まではこういうのがありますよっていうのをまず話をする高校とかだとね話を、まあ、大学もそうだけど話をしていってそっからこういうふうに志望校を決めていこうねっていう話に持っていきますだこの辺はさもう知ってるよっていう方はまあスキップしても構いませんで公立と私立なんですがこれはまあ例えばご家庭によってだと親からね親御さんからうちは私立は無理よみたいなね自分も大学受験の時に大学に行かせてもらう条件が家から通えること あともう一個が、えー、と国公立つまり公立ねじゃないと大学に行かせないよ無理だようちはってあまり裕福ではなかったのでうちと言われてましたまあ高校受験でもいると思いますうちは公立にしてね県立にしてねみたいな公立っていうのはあれです都道府県立ですみんながほにゃらら県ら新潟県とかに住んでれば県立ほにゃらら高校みたいなこれが公立ねでお金に関してはまあね知ってる方多いと思いますけど私立の方がやはり高いです 高いこれがね。まあ、補助金とかもいろいろあるんで、かなり細かく計算するとまあいろいろあるんですけど、ではまあ全体をざっくり言った時にはやっぱ私立の方が学費がかかります。お金がかかる。でこれはまあわかると思うんですよ。ね。でもう一個志望校を選ぶ時に絶対にワークすれちゃいけないところがあって、それが偏差値の幅です。偏差値の幅。でこれ何かっていうと、ちょっと例えで2つの高校を出しますね。じゃあ A 高校と B 高校があるとしますで A 高校公立にしますねで B 高校私立ですで大体がホニャララ高校ここの高校は偏差値がこれぐらいですよっていうのが、まあ、ネット情報だとかみんなが配れるなんか冊子とかね塾で言われたりとかあると思うまああるとわかると思うみんな近所のね高校イメージした時にねどこどこ高校がすげえ頭がいいんだよなとかっていう印象で持ってる子もいると思うんですけど基本的には偏差値を調べておきます、まあ、それはあとで話すねまたね でじゃあえっと情報があって A 高校は公立で大体じゃあ55ぐらいが基準だとあったとします。なんかに記載ね載ってるとするでしょでだから大体55あれば偏差値がね55あればまあまあ受かるんじゃないかなっていう絶対じゃないけど。 あえて話が飛んじゃうんですけどこれ偏差値あるじゃないですかなんとネット情報とかでもいいけど載ってるでしょその時にあの55がないと絶対に受からないっていうのは違うからねもう一個55あれば絶対受かるっていうのも違うからねただの基準ですこれはまあ自分の体感ですけど55基準って書いてあったら大体実際に合格するのは幅10あります。45 65から65 の幅の人が受かってるイメージですでその,その分布を分けた時に、まあ、こういう感じよだいたいこれ45もう本当にちょっとちょっとだけ受かってるほんと数人1人とか数人受かってるぐらいで、まあ、65ぐらいでそれを鳴らした時に、まあ、大体55が多くなるけど鳴らした時の平均が55ぐらいですよっていうイメージいいかな でまあ、こっちはさもちろん足りてないけどなんとか本番ちょっとね問題出た問題がすげえ知ってるやつだったとかラッキーもあるかもしんないけど受かる子もいるとであとはこ,のこっちが少ないのは単純に65持ってる人が55人を受験することが少ないからねだからまあこういう山になるんですけど、まあ、基準としてはその数字自体の見方もそう覚えておいてくださいそれがあれば絶対大丈夫とかなければ絶対受からんっていうわけではないただの基準だよっていうで効率っていうのは大体こうやって決まります もう大体このぐらいなの A 高校だったら55ぐらいなんですでも私立の場合はもう幅がめちゃめちゃあります例えばですけど45から65さっき言ったこの合格点のあったけど受かった人のね普通にこういうのがありますなんでかっていうと私立の方はコースが多いんですコース 特進コースとかね S 特待とかねいろいろ言い方がありますけどそのコースが例えばどうしようかなじゃあ1コース2コース3コースまあこんな名前じゃないけどね3つコースがあった時に1コースは偏差値45ぐらいあこれで言うねこのだいたいここは幅がこんなになるよとで2が55ぐらいこれが65ぐらいとかそういう風うに 私立の中のコースによっても偏差値レベルがだいぶ変わってきます。まあ、全部じゃないですよ。全部じゃないですけど、私立は多いっていう感じ。だから、こういうか、まあ、こういう書か,かれ方というか、あれ、なんか私立見てるとさ、公立みたいに数字1個に決まんないんだね、みたいなことが起こるんですけど、それはこういうことです。中のコースによってレベルがかなり分かれているので、ちゃんと、まあ、志望校を決めるときに、私立の場合は特にそうだけど、この高校のどのコースを目指すのっていうのをはっきりさせます。 S, S, S 特進コース特進コース一般コースとかわからないけど自分はどこを目指すのかっていうのを必ずそれも含めて決めなきゃいけない、まあ、選択肢を持つときにはねこれがまず中のんだろうシステムとかあの環境まあ私立の方がね環境を整っている方多いです ICT 教育が進んでいるとこもいっぱいありえますけどちょっと今それは志望校とちょっと離れるんで一回割愛しますね長くなっちゃうから。 で次が普通科科と専門科、まあ、専門門学科の話ですねで特に高校で言うと、まあ、普通科受験する方が、まあ、多くはなると思います普通科。ねまあ、あと総合学科とかも、まあ、こっちに入りやすいかなちょっと一概に言えないけど単位制のね総合学科とかもあるんですけど普通科っていうのはえ例えば中学生だったら今みんなが中学生受けてるでしょちょっとこのピントがやばいかな大丈夫かな。 国数エイリー社ととかあると思うんでですすけどそのイメージです普通に中学校でやってる勉強のまたそのちょっと難しくなってるバージョンを国数エイリー社、まあ科目の名前は変わりますけどやっていきますっていうのが普通科で専門家にももちろん進んでね行った時に数学とかもあるわけですけど専門的な勉強をします名前の通り専門で具体的に言うと商業農業工業とかがあります みんなの多分近くの高校調べるとさほにゃ例えば何とか商業高校とかもあるかもしれんけどその「ほにゃらら商業高校」っていう中ね高校名のだけで見るんじゃなくて高校の「ほにゃららか」まで見るんだよこっちだよ大事なのは。商業高校だから商業だじゃなくてもちろん商業教官だ商業高校商業科はあるんだけどそこ,にそこに商業科以外も絶対入ってるからいろいろあるはずだから。 志望する時にはどこど？このかってそこまで含めてちゃんと選ばなきゃいけないんだけど、あとは保育とか芸術系もそうです。音楽とか美術とかも専門家に入るんですが、まあ、そういった専門的な勉強できるのは名前の通りね。専門的な勉強できるのが専門家です。専門学科だから、まあ普通科と専門を専門的な勉強をするっていう2つの大きく分けてね。2つのえっ、ー、と死亡する場所があるんだっていうのをまず覚えておいてください。 で特徴としては、えー、例えば大学進学を考えた時にねはまあ,あともうこういうことをやりたいみたいな決まってれば専門学科でいいと思いますそのそのなんだろうこういうことやりたいって言ってそのために高校から勉強したいっていうのはまあ契約すればねあるまあいいと思うんだけど例えば大学進学はしたいんだけど何したいか決まってないみたいな時は、えー、とこっち普通科で行った方がいいと個人的には思ってますなぜかっていうと 受受験験する時のの科目の問題があって普通科に行っておけば基本的にそのどこどこ大学実際に受けますって考えた時に大学ってねその大学あと受ける大学によって受験科目が変わるんですよね変わってくるとその時に専門学科に行ってると専門的な勉強を当然します商業科だったら簿記とかね商業系の勉強をするのでその分勉普通はね普通科で勉強するはずだったものがカットされるんです当然 勉強しないものが出てくるそうするとこっちに行ってるとあれ受けようと思ったのにそれ勉強してないみたいな学校でねだからはっきり決まってないんであればひとまず普通科を志望した方がいいかなというのは自分の印象ですでも専門家の特権としては当然ねさっきみたいにやりたい勉強が決まってるんであれば 専門的な勉強が先取りでね高校からできるわけだしあとはやっぱり資格ですね資格ちょっと資格資だか資格が取れる目、ね、が多いあと検定か簿記検定簿記検定あってかな検定なんとか検定1級とかが取れるのはやっぱ専門家の特権になるので、まあ、それはみんながその中学校今,今の段階で勉強したいもの によって分かれるんですけど大きく分けて普通科と専門学科っていうものがあるんだっていうのを覚えてくださいここまでえっと1にやってきましたがここまではその高校のどういうのがあるのかっていうのを知ってほしかった選択肢を持つためにねでまずねえっと高校受験を考えるときにやらなきゃいけないことっていうのはまあ、大学受験の時もそうなんですけどあしまったひらがなさードしちゃった <laughs>、えー、選択肢 自分が,、えー、の自分がまあ受験するするしないかぎらずね選択肢は何個あるのかなっていうのを考えます大学受験だとその全国どこでも受けれるわけですよでだから選択肢がいっぱい出てきちゃいますけど高校っていうのはその越境で受けたりすることがなければ基本的に自分が通える範囲家からねあそんなないはずです、まあ、都,都会にきはあるけどわかんないけどさわかんないシリーズとか入れても6個とかかなわかんないけどさ ごめん絶対もっとあるけど6個にさして選択肢をまず出します自分が近所の高校から調べるわけよ住んでる知識に近くにある高校からねホニャララ高校って名前だけ聞いたことあるの状態からあっホニャララ高校って偏差値がこれぐらいなんだなみたいなそういう数字的な情報とかそういうのあホニャララ高校って商業科とパソコン科とかそういう科がこうやけあるんだとかそういうまず選択肢情報を仕入れて選択肢を持ってください いいかなそれがまずスタート絶対にやらなきゃいけないことね中,で中3生とかで、まあ、もう全大体知ってるという方は全然構わないんですけど意外と情報って偏りますなぜなら、えっと、自分の情報源って、まあ、ネット情報見てる子もいると思うけど自分の情報源って身近な人なんだよね身近な人って変わらなくない今日会った先生と明日会う先生違うじゃん違う違うとかあんまないじゃん話聞く先生って大体同じ先生になってくるから情報源が固まってくるので意外とあれこんな高校あったのとかね この高校ってこういうことを実は勉強するんだとかっていうのもあるので割と詳しく調べた方がいいですこの最初の段階をねでここから具体的にね志望校を決めていくわけなんですがレベル別レベル別というふうに書きましたこれねよく3段階で決めろって言います自分3この3って数字覚えておいてくださいまず受験生であれば特にそうですけど今自分が偏差値どれぐらいなのかっていうのを知らなきゃいけないです学校のの定期テストっていうのは えー、当てにはならないことはないですけど偏差値自体にはあまりこう意識しない方がいいですちゃんと模試を受けましょう模試模試で判断する学校っていうのは、まあ、200人300人の中の成績ですじゃなくて受験の時はその県全体、まあ、全体っても、まあ、その地域になるけどね何千人っていう中で争うというか戦っていくものなので多くの方が受験する模試の数字偏差値に関してはそこを参考にしていくとじゃあ今回ちょっと55いっぱい使ってるので今ね あなた自身がと,と参考にするこの子、この子は偏差値55を最近の模試で取ったとしてください。まあ偏差値50が平均平均点ね全部取ると50なんでまあちょっと平均より取れる子ですこの子は。じゃあこの子が志望校を考えるときにレベルを3つに分けます。3段階に分けるんですけどまず1個は。 いけるかもレベルですいけるかもで当然そのね選択肢の中で全く脅威もないものはカットするんだよだって農業なんて全然行く気がないっていう子が農業,農業どうしようかなって考える必要なんてないでしょそれはもうカットしてくださいだらいらんものはカットするでも残ったものでまあいろいろそこからも情報調べるんだよいろいろ情報調べるんだけれどまあなくはないなって思うものに関しては振り分けていってください基本的には で、いけるかもっていうのは、レベルが、と偏差値が55なので、大体まあ55前後。いいかな。まあ、幅としては、まあ3ぐらいかな。52から 58? このぐらいに入ってる高校。まあ52でも偏差値3だったらさ、ちょっと頑張ればいけるかもになるじゃん。努力すれば。だからまあそのぐらいよ。っていうところがまず1個。その中で高校を羅列、その,のいっぱい出さなくていいけどね。まあ、大学の時もそうよ。出していく。 こうやってで下はもう安全よまあ大丈夫だろうっていうでこれに関してはこれよりいくつ下とかはないけどまあどうしようかなまあ50より下ぐらいかな55あったらまあそうよっぽどのことがなければ大丈夫じゃないかなっていうのが安全でここはえー、っとこれ強制しないここはなければなくてもいいここに関しては。 でで、ももあるんだったら書いてる方がいいかもしんない。方がかしなこっちね、えー、こっちは、まあ、この流れで言うとねなんとなくわかると思うけどチャレンジです行きたいけどきつそうだなっていう自分の現段階のレベルからするとチャレンジ校ですねどっちかというと、まあ、割とここに第一志望を置いてる方もいると思いますいいでしょうかこれは絶対置いてくださいチャレンジに関してはえもしもしもうね私は この一個しか考えませんとそこ以外に行く自分なんか想像できませんという方はいいですそれが例えばこの行けるかもになってるんだったらまあいいですよいいですそこまで決まってるなら私はあだこだ言わねえよって思いますけど基本的にはチャレンジまあ55で言うんだったらまあ58以上まあ60より上とかかな、えー、か5足らんとか10足らんとかいると思いますみんなによって違うと思うけどでチャレンジは設定してくださいでもしね まあ、いろいろこう選択肢をか、えっと、絞っていろいろ調べた上でじゃあ行けるかもの高校公立と私立あ公立私立それぞれ設定してねあそう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 そ話が飛び止めになって申し訳ないんですけどあのもしこれ親御さんが見てらっしゃって、あのー、結構ですね、まあ、今不景気なの、まあ、コロナで余計不景気になったので私立を生かせる気がない方で私立って、まあ、よく言うのは滑り止めでね 受けてでその効率を本番望むって方が多いんですけどどうせ受かっても行かないんだから試合は受けさせませんって方が非常に増えてます自分が熟講師の時からもう多かったですめちゃくちゃいやわかります気持ちとしてはあの受験料もね安くはないのでけれどえ高校受験に関しても大学受験もそうですがえっと受けさせてあげてくださいいや本人が受けたくねえっていうのはいいんですけどあの離れっていうのは本当に差した方がいいです。 と思ってますすみませんちょっと話がそれましたがあのー、ほんみんなもねみんな自身もお金もったいないと思うかもしれんけどその数万円払ってでもねそのなんだろう受験会場に行くそこで受けるっていう練習試合なもんよ申し訳ない練習試合で数万は申し訳ないと思うけど受けた方がいい絶対慣れた方がいい一番最初の受験が本番第1志望っていうのはもう相当プレッシャーかかっちゃうのでうんってちょっと話それましたけど。 まま設定しますとでここじゃあどうしようかな効率にしとこうかでこうあるじゃんいけるかもに効率シーツがあってチャレンジに効率設定しますよねで気持ちとしてはこのここの効率が大志望だとしますここがいいなってでも気持ちとしてこういう子が多いよここがいいなとでもいけるんだったらここも行きたいなみたいないけるんだったらここいいなみたいなでもちょっと離れてるし無理かなって思ってるそこのあなた絶対にもう もう、なんだろう、自己暗示でいいです。もう、洗脳するぐらいに、ここを死亡してるんだって思ってください。あのね、受験の時っていうのは、絶対に自分より高いところを目指すことが大事です。で、例えばね、じゃここが偏差値が62だとしましょう。7足らないと。755だからね。で、なんと、7上げるって可能だよ。全然。数ヶ月だったら、上がるけど努力で。上がるけども、まず楽じゃないわけ。そんなうまくいかないから。で、 62を目指すじゃんか受験の時に62を目指して62に届く,ほこ届く子ってレアなのねいい届く今伸びるとは言ったけど伸びるそ達成できる子が圧倒的に少ない心折れるからうんその前にねで62を粘と目指したんだけどああ59までしか上がらんかったっていうパターンも大いにあります自分の生徒でもいっぱいだこういう子がでもこれでもいいんです いい。何がいいかって。まあ、ここは多分受けんよ。この59の子はまあ相談するよ。俺だったらチャレンジさせちゃうかもしんないけど、でもきっと59不安だからこっちを受けるわけよ。受ける。でも、55で、今自分55よ。で、ここのさ、高校じゃ56にしようか。こっちがね。あ、ま、あと1だから、ま、ちょっと頑張っておこうって思うじゃん。そうすると、この子伸びても多分56か57だから。下手すると下がるよ。安心して。 ここまでって設定した、それ以上の偏差値に行く子って相当意識高いタイプなんだ。62を目指してて、あれ ?68 まで来ちゃったって、超レアだよ、この子。そんなことほとんどない、高校受験だと。だから、56で設定して56行けばいいやってなっちゃうと、行って56。下手すると落ちるっていうことが起きちゃうから、ここを目指して、あ、59だった。じゃあ、こっちってなったら、はっ、い、て、 た後かりもちろん受かりやすいっていうのもあるし入った後のスタートが楽になるだって59の力をゲットして高校がスタートするんだもん他の子より上にいるでしょ高校の勉強って早いからね中学より苦労しにくくなるからその分だから偏差値っていうか学力っていうのはあって困るものじゃないから絶対になのでちょっと長くなっちゃいましたけどまずその選択肢いろいろ情報を調べて選択肢をゲットしたら安全、まあ、ここはえっとどっちでもいいです いけるかもチャレンジを設定しますここは絶対必須ですす設定するでその中で、えー、こうやって決まっていったらここね必ず上の方をこっち目指すといいそのやってて伸びないとさもうい,いやこっちでいいやって思う時もあるけどぐっとこらえてこっち目指すんだよいい高みを目指してくれ受験の時は絶対にいいかな願書を出すその日までは志望校変更できるんだから願書を出しちゃったらここの高校受けますって出しちゃったら帰らんないけど その日まではこっち目指しとこいいその方が自分の自己レベルアップに絶対なるからねはいというかそれました最後いきます口コミあっ口コミね録みじゃないよ口コミなでこれはですね特に今コロナの関係があるんですけど情報が入ってこないんですよ今みんな塾行けなかったり人に会えなかったりするからまあネット情報が多くなるでしょうこうど例えばこのさ高校を知った時に調べるじゃないですか多分みんなネットで調べる一番はねでネット情報が 悪悪いとは言わないいいいととはは言言わわななでですすけけど気をつけてください特にネット情報の口コミに関しては「本当なの?」っていう疑いの目をまず持ってい,いあんまり信じない方がいい。なぜかっていうと基本的にね自分が見てて今までいっぱい見てきたけど自分の,の担当生徒のさ高校の口コミとか見てきたけど8割悪口だもん口コミって。だって不満がある人が書くんだもん多くが。 この高校いいよいいよって思う人あんま口コミかかんのよね。そう。不満がある人が書きやすい。だから、この高校どうなんだろうウキウキって制服かわいいしとかって調べたらさ、口コミ見たらさ、めっちゃ悪いわけよ。それで外しちゃうんだよ、下手したら。本当はそんなことないのにみたいなことが割と起きるので、ネット情報特に口コミに関してはちょっと頭の中にはってな、俺はもう見る、あんま見ない風にしてるけど、口コミに関しては。見なくていいぞって言ってる。できれば、 えと実際に行ってる先輩の話、まあ、先輩つながりがなかったらしちょっと友達に聞いてさどこどこ高校行ってる先輩いないかなとかってで話を聞いたりとかいうふうにしたほうがいいでネット情報の,その偏差値の55とかその数字情報あるじゃないですかこれに関しては信憑性は高くなるんだけど気をつけなきゃいけないのがたまにねそのネット情報がやたら古いことがある古い更新されてない、まあ、高校の偏差値レベルってそんなに変わらないけれど数年 3年4年5年ぐらいあったらこの数字ちょっとずれるんだよね下手すると数年前は55だったんだけど実は今59まで上がってますとか普通にある10とかは変わらないけど34ぐらいだったらずれるんだよね入ってくる生徒層によって進学実績とかによって変わってくるからその情報古くないかなっていうのはちょっと気をつけた方がいいかも うんまあ、学校の,あとその先輩とかに聞いてもさその数字的なところは見れないのでそこは学校で配られるなんか冊子とかあとは模試とか受けると合格判定出るでしょ模試の合格判定の数字は安全よあれ最新情報で撮ってるから、うん、だからあの辺を信じてネット情報の口コミっていうのはんって思ってほしいし数字情報も古くないかなっていうそこはちょっと気をつけて判断してみてください。 ということでね、ちょっと長くなってしまいましたが。 多少の相手も参参考考ににななななっっっったたららいいいととちょっと声枯れちょ声れゃってごめんさ嬉しく思っておりますで、まあ、もしね質問あったりしたらコメント欄もちょこちょこチェックしてますのでまあ何だろう多い質問とかあったら自分の方で動画することもあるかもしれないですし、まあ、うちのねあのリスナーの方見てくださってる方優しいのでもしねあの質問で自分が例えば高校生で中学生からの質問を見てちょっと答えてあげたいなと思ったらぜひ、ね、先輩の皆さんも答えてあげていただけると嬉しく思いますよろしくお願いいたしますはいということで、えー、今回はこんな感じで喋らせていただきました また次回の動画でお会いしましょう以上ですありがとうございました